はい、こんにちは、スレトルドと申します。ロストジャッジメント実況プレイ始めていきたいと思います。前回はね、ストーリーの、核となる部分が結構分かってきました。もう多分ね、残すところ謎は一つになってんじゃないかな。クワナがなぜあんなことをやっていたのかっていうのも分かりましたし、痴漢事件のね、犯人であった江原、まあ犯人じゃなかったんだけど、まあ江原がね、なぜあんなことをしてしまったのか、どういったからくりがあったのかとかも全て分かりました。あと分からないことは、RK がなぜクワナを追っているのかっていうことだけですね。それ以外はもう全部分かったんじゃないかな。まあ、RK を動かしている黒幕、大臣、あの女大臣か、ここの理事長のどっちかなんじゃないかな。星稜高校の理事長ね。あ、理事長じゃないと俺は信じたいんだけど、なんかガタイがでかい理事長ガタイがでかい。最後なんか殴り合いになったりとかないかなみたいな。昔柔道をやっていましてねみたいな。まあ結構ストーリーを、まあそんな感じで結構ストーリー進めてたんですけども、ちょっとサブの方をね、ある程度進めようかなと思いまして、ミスケンの前にずっとこいつらね、もう2週間ぐらいずっとここにいたんで、さすがに構ってやろうかなと。おい、次の大会で賞金取ったらよこせよ、クソチーターが。クソチーター？チートなんてしてないよ。なんだチートって、ゲームか。賞金取ったら持ってこいよ。やれやれ、カツアゲかよ。一応注意しておくか、このミスケンのところでね。おい、何やってんだここで先生がさ、これを見たのにミスケンとこ入ったら怒られるで。チーターってのはゲームのこと。おい、カツアゲよせ。チおお、おいボタン閉めろなあ。君大丈夫？ありがとうございます。気の弱そうな感じだな。あの、ミスケンの先生ですよね。ん？そうです、ミスケンの先生であり、ダンス部の顧問であり、ロボット部のね、あのロボット部のオペレーターというか、あのドライバーかでもある。はい、僕時マチオ、読みにくいな、なんか時マチオと言います。実はミスケンに相談したいことがあって待ってたんです。ノックしても相談がないから。ってことはミステリー事件ですか。ふーん、そっか、中に誰もいないのかな。絶対中に2人いるぞ。ま、入ってよ。はい、ありがとうございます。これは新しい部活が多分増えるんでしょうね。あ、いない。新しい部活なんだ。ゲーム部か、プロゲーマー部みたいな。いつもなら部長の天沢がいるはずなんだけど。あ、いたいたいた。結構広いな、ここ。期末テスト終わるまで禁止だからね。はあ、あー、分かった分かったって。弟だ。あ、弟もじいちゃん殺されてるからね、言えば。あれ、八神さんいらしたんですか。ちょっとケントの成績のことで先生に呼び出されていて。え、弟の成績のことで姉ちゃん呼び出されるってあんの。ん、このその人は。ああ、彼はトキ君、ミスケに相談があるそうだ。もう何でも嫌みたいになってきたな、ミスケンが。それでトキ君、相談とは。はい、僕 e スポーツ部なんですけど、疑惑を晴らしてほしくて。 e スポーツ部の悩みはゲーム実況者の俺に相談したらね、もう意外と違うかe スポーツとゲーム実況って、なんかこのゲームから生み出された何かなんだけどね、新しい何かっていうなんか感じなんだけど、かなり相入れないよね全然違うもんね。僕たちがプロフェッサーの力を借りて e スポーツでチートをしてるって疑惑です。プロフェッサー出てきたよ。プロフェッサーです、プロフェッサーですって。これは詳しく話を聞いてみる必要がありそうだな。 e スポーツ部、そんな部活があるんだね。これも今風ですよね。昔なら絶対そんな部活はなかった。ゲーム部作りたいですって言っても絶対ダメだもんね。確かゲームを使った競技のことだよね。私立ならではですよね、こんな。はい、格闘ゲームやシューターなど対戦要素のあるゲームで大会を開いて競い合うのが中心ですね。その部活っていうとあまり想像がつかないんだけど、普段はどんなことしてるの。ゲームをしてます。俺もゲームしてます。へえ、毎日やってます。わかりやすいな。でも遊んでるだけじゃありません。強い選手の動きを研究したり、精神力を鍛えたりしてますまあ大会で結果出すっていうのはね、まあ俺も本番には強い方ですけどね。 e スポーツの大会ではどんな状況でも冷静さを保つ精神力が求められますからね。だから練習ではお寺に座禅をしに行ったり、滝に打たれに行ったり。絶対やんなくていいでしょ、そんな関係ないでしょ。はあ、なかなかユニークな活動内容だね。
e スポーツっていうものをなんかあれだね、ものすごく重く見てるね。これもっとそんなことやらず気楽にやる方がいいんじゃないの。うちの部長のオリジナル練習メニューです。他校の e スポーツ部がどんなことをしてるか分かりません。そんなことはしてません。ねえ、さっきから気になってたんだけど e スポーツ？ゲームなのにスポーツってちょっと違和感あるな。俺もあります。俺ゲーム実況やってるけどスポーツやってるとは思えないもん。そもそもゲームって体動かさないよね。それなのにスポーツ？けど指は使いますよ。俺も指は使います。読書だって指は使うけど。姉ちゃん！あ、こいつゲーム好きなんだもんな。ゲームはスポーツだよ姉ちゃん。こいつめちゃくちゃモテそうなのに一気にモテなさそうな感じになったな。え？ケント君？俺はもううんざりしてんだ。一方的にゲームのこと悪だとかバカになるとかそういう偏見にはお前せっかくモテそうだったのに、こればっかりは主張させてもらうよ。いや別にバカになるとは思いませんけどね。そのゲームばっかやってて勉強の時間をそのねゲームやることによっておろそかにしたらバカになるっていうことだからね。どっちもやってたら別にいいわけだから。ゲーム悪じゃない。まあ悪ではないよそりゃ別にな。ゲームばっかやったら悪かもしれんわ。でも e スポーツで扱われるゲームは非常に競技性が高く、勝つためには気の遠くなるような努力と練習が必要なんだ。まあそれはね、俺がどんだけ一つのゲームを練習してもプロにはなれないわ。それに大会では極限の緊張感やトラブル、想定外の出来事にも左右されない冷静さや胆力が求められる。要するに e スポーツは己自身との戦い、それはスポーツと言っても過言ではないものだ。目がガン決まりしてるもん。目がやべえよこいつ。綺麗な二重してんのに。なんなの突然。天沢さんは文学少女ですからね。ケント君の言う通りです。今や e スポーツは文化としても注目され、プロとして活躍する選手も年々増えています。だよなトキ、もはやゲームは悪だとか子供の遊びだなんて時代は終わったんだ。そうっすか。まあ、でも専門学校とかもあるもんね e スポーツの。なんかそういうね、俺もあれですね、15年後、ゲーム実況会終われたらそこで講師やります。嘘です、やりません。ケント君とはオンラインゲーム友達です。友達なんだ。リアルで話すのは初めてだっけ。学年違うし。でもオンラインゲーム上では仲いいんだ天沢。さて以上がケント君の主張だが、天沢反論は。まあ別に反論なんかないんじゃないの。あんの。まあ趣味趣向は人それぞれだから。ケント、あのねケント、ゲームが有害だとか禁止しろだなんて私は一言も言ってないよ。ん？え？議論すり替えないでってこと。いい？私が言いたいのはね、テストが近いのに試験勉強一切せずゲームばっかしてるから赤点ばっか取って、だから試験が終わるまでゲームは禁止だって言ってんの。わかった？この子は頭いいんじゃないの。姉ちゃんだって受験勉強せずに謎ばっか追いかけてるだろ。私は一応部活と勉強の両立はできてますから、成績だって上位キープしてるし。おお素晴らしい。姉ちゃん頭いいからいいんだよ。とにかくケントはテストが終わるまでゲーム禁止ね。赤点取ったら1ヶ月禁止だから。赤点取らなきゃいいんだよ。e スポーツ弁護のどさくさに紛れてゲームを解禁させる作戦失敗したみたいだなケント君。くそ、ゲームをやらないとゲーム脳がうずくんだよ。お前モテそうだったのに全然モテないな中身は。じゃあチート疑惑とやらを。八神さんたちはチートってご存知ですか。ああ、ゲームでインチキすることだよね。改造プログラムとか、これはもうダメですよね。なんか一人用のゲームとかなんかね、オンラインでつながってるやつでやるのはもう完全なくですよね。ただまあ一人用のゲームだったら、まあ趣味の範囲だと別にまあ迷惑かけなきゃいいんじゃないかなとはまあ思いはしてるけどね。改造コードとか昔ありましたもんね、プレステとかの時代。ただオンラインゲームは絶対ダメだよね。はい、キャラクターが仕様的にありえない動きをしたり敵の攻撃を食らわなくなったり、要は勝つためのインチキです。格ゲーかなこの e スポーツ部。俺格ゲー今からやらなきゃいけないだったら嫌なんだけど、マジで全然できないから言っときますよ、全然できないから。はあ、それはどうして。練習試合の相手が有名なチームだったんです。世界的に活躍するプロの選手も所属してるような。そのチームのエースプレイヤーにうちの部長が圧勝しちゃったんです。それはおかしいね。圧勝はおかしいよね。運で勝つとかもうそういうレベルのね次元じゃないだろうし。お前やってんのか、お前チートやってんのか。眉毛がなんか勇ましいというか、セガサ炭治郎ね、セガサ炭治郎みたいな顔してるけど、三本松源也。
なんだそれ、ローグタウンで刀売ってそうな名前。圧勝したってだけでチートって疑われてたの？ちょっとありえない勝ち方だったものですから、秒殺でノーダメージのパーフェクト勝利だったんですよ。これは格ゲーだね。なるほど。プロ相手にそれはまあ確かに普通じゃない勝ち方だね。バレるでしょそんな。バレないようにやんなきゃ何の意味もないもんね、ズルっていうのは。だからってチートしたってのはひどいです。証拠があるわけじゃないのに。めチートしたんだよあいつは。三本松はしたんだよ。さっきプロフェッサーの力を借りてると疑われてると言ってたけど、僕らもなんでそう思われてるのか分かりません。新聞部のやつらが勝手に主張してるみたいで。新聞部というのもあるんだね。新聞部か。そいつらにも話を聞いてみたいな。依頼なんかもらえるんですか？お金は。お金とかじゃないのか、部活だから。部活をとことん調べて疑惑を晴らしてほしいんです。僕たちは無実なんですから。分かった。やってるぞ三本松、やってるぞ。ところで部長の三本松くんはこのことを知ってるのかな？矢神もちょっと疑ってます。言ってません。言っても反対されるでしょうか。やってます、これ絶対やってます。ま、警戒されないし、その方が調べやすいかな。矢神さん、いつも通りアドバイザーとして e スポーツ部に潜入して調査してみませんか？ああ。ゲームやってないのにアドバイザーできんのかな。まあでも矢神探偵事務所にはレトロゲームは置いてあるからな。よろしくお願いします。e スポーツ部の、部室は実習棟の4階にありますので。 e スポーツ部かね、ロボット部全然あのロボットが難しいから完全に放置してるけどな俺。 e スポーツ部は興味あるわ。ここが e スポーツ部かな。いや結構いい部屋もらってるよ。すごくない？こんな部屋もらってんの？お、新聞部になんか言われてんのかな。三本松部長、チート疑惑の真相について答えてもらえますかね。新聞部も鬱陶しい感じだな。チートなど断じてしていない、俺のこの熱い魂に誓ってな。やっぱそんな感じなんだ。プロフェッサーと接触していたという疑惑については。なんだと？大谷、俺の目を見ろ。チートをするような男に見えるか。あんまゲームもしなさそうだけどな。柔道とかやっててくれよお前。やれやれ、話がつまん。今日のところは引き上げるか。矢神でーす。ゲーム実況やってます。あなた確か見つけんの？ん？新聞部。あ、無視された。あ、矢神さん来てくれたんですね。アドバイス、アドバイザーとして来たのに疑われない？全然分かんなかったら。トキ君、さっきの連中もしかして新聞部？なんかトラブってたみたいだけど。はい、先日のチート疑惑について記事を書くつもりみたいで。大丈夫か？あの、あなたがトキが言ってたアドバイザーですか？矢神だ。普段はミスケンで外部指導員やってる、よろしくな。まあ、もしかしたら誰か他の部員が部長に花を持たすためにやったっていう可能性もあるから。矢神さん、バーチャファイターか。ちょっとやったことあるけどな、もうだいぶ前だよ。ちょっとだしね、しかも。おお、それなら知ってるよ。流行ったもんな、10年早いんだよってやつだよな。そんなこと言うんだ。あなたにはクンフーが足りないわっていうイメージがある。その程度なら幼稚園児でも知っている基礎教養ですからね。知らん知らん。ではバーチャファイター5ファイナルショーダウンの操作方法や仕様についてよ。知らん知らん。え、まあセガのゲームですね。もうそんなに出てんの？バーチャファイターはポリゴンのイメージしかない。甘い。え、怖い怖い怖い。うお、バーチャファイター5ファイナルショーダウン、略して VF5FS。 多いな。次の大会で我々が挑むタイトルです。指導員をされるなら基本くらいは把握しておいていただきたく。ああ、まあそれはその通りだとは思うな。矢上さん、基本的なことは僕がレクチャーしますので、いい時に声をかけてください。アドバイザーとして来たのにって感じね。それっていう感じはするけどね。はい。いやー、三角パンチや丸キックが上段攻撃。え、スティックを右に入力した瞬間に攻撃すると中段の攻撃、スティックを短く下に入力した瞬間に攻撃すると足元を狙う下段の攻撃です。皆さん俺ダメかもしれない。四角がガードね、しゃがみガードみたいなのもある。三角と四角で、うわ、三角と四角って押しにくくない？押しにくくないか。投げって大事でしょう。相手の動きに合わせて有効な技を繰り出しましょう。投げと中段の二択が攻撃の基本です。中段なんだ。じゃあ右入れながら攻撃ってことね。三角がパンチ、丸がキック。はいはいはい。下段ガード中の相手は中段で崩しましょう。
相手の攻撃をしのいだら反撃のチャンス。立ちガードとしゃがみガードで攻撃を防ぎましょう。無理ー、俺無理ー、格ゲーは無理ー。あ、100入れなきゃいけないの？ゲーセンじゃないんだから。あ、すごっ、セーガーだ。すげー、すごっ、もうゲームがここの中に入ってんだ。え、すごい。え、この子かわいい。エイリーンかわいくないか。あー、アキラだよね。この人スマブラに参戦してたっけ。出てるよね誰か。バーチャファイターの人は出てないんだっけ。あなたには空腹が足りん。あー、じゃあ、おい、決まっちゃったよ。大丈夫か、ラウちゃん。いや、強そうすぎないか。髪の毛白いんだけど。これでもちょっとレトロゲームだね。あ、なんかそんな感じない。お、乱太郎みたいな声だったな今。あ、ちょっと体調悪そうだけど大丈夫。おいおいおい、イエーイ、今の投げね。えい、軸移動とかどうやんだろう。イエーイ、なんかものすごく敵が敵が優しいんだろうなってのは思います。中断。えい、あ、もう来い来い、投げだ。えい、おお、いいんじゃない。このレベルの難易度にこれ落とし込んでくれんだったら勝てるね。ただ今からプロゲーマーみたいな人が出てくるんでしょ。うん、クンフが足りないわって言ってくれませんでした。技とかあるんだろうけどね、技知らんからな俺。どうだろう、いけそう。八神さん、基本的な操作法は大丈夫ですか。まあやりながら覚える感じかな。ゲームはちょっとやるんだもんね八神多分。ですよね。練習はいつでもお付き合いしますんで、やりたくなったら言ってくださいね。ああ、練習っていうかストーリー進めたいな。集中力が上がるのね。なんかレベルがね2とかになれば、きっと別の部活が解禁されるんですよね。部長、あなたやってますかチート。よっ、三本松くん。八神さん、ゲームは有害だと思いますか。いや、ゲームやってるからな俺今。そうは思わんけどね。何事もやりすぎは良くないと思うけど、まあほどほどが一番だよな。ただプロゲーマーになるんだったらもうやりすぎじゃないと無理だよな。しかし勝つためには1日1時間などでは足りません。一流の選手になるには何時間ものの研鑽が必要なのです。たとえ飽きても不屈の闘志で練習せねばならない。もはやそれは遊びとは言えないはずです。まあ確かにそうかな、そうかもしれない。それなのに我々が一日中ゲームをやってると、陸上部や野球といった運動と違って非難されるんです。なるほどね。同じスポーツだというのに、練習をしてるというのに。スポーツかどうかは分かんないけど練習はそうね。大変だな偏見と戦うってのも。よし、みんな腕立てにスクワットだ。ゲームに必要な忍耐力と不屈の闘志を鍛えるのだ。この人は多分ね、チートなんてやってなさそうだよね。ただ他の部員が勝手にやってるみたいな感じの可能性もあるね。意外と体育会系ですね。これってどうなんだろう、どうやったら次進められるの。練習とかしたら進められるのかな。あー、スクール日誌、いや結構部活あるよ。ケース、疑惑があるらしいけど。お、部室出たらイベントが。あ、新聞部。ん？君はさっき部室にいた、確か新聞部の。新聞部に潜入とかもあんのかな。新聞部の小谷俊明です。 e スポーツ部の疑惑のことでお話ししたいことが。パパラッチですよね。ちょうどいい、俺も気になってたんだ。場所変えて話そうか。まあこいつもねやってると思ってるから、うん、根拠あるからここに来てるんだもんね。食堂で待ってます。はい、学食で飯食ってきました。あー、でもこんなところでね、なんか喋ったりするのってなんか青春感あるわ、学食で。うん、今思えば楽しかったなって思いますね。 e スポーツ部がプロフェッサーに絡んでると考えてるんだって。ええ、例のチート疑惑についてプロフェッサーによる技術支援があったと考えています。そういうあなただってプロフェッサーの調査のために e スポーツ部に近づいたんでしょ。おお、分かってるな、頭良さそう。さあ、それはどうかな。八神さん、俺たち協力し合えるはずです。お互い情報交換していくことでね。分かった。持ちつ持たれつってわけか。
わかった。さて、情報提供してくれるみたいだが、油断して迂闊なことは言えないな。じゃあまあ協力関係ってどういうことですかと。まあ今んとこないよね、こっちは協力できることは。今は結構です。ですが今後チート行為の証拠をつかんだら俺にも情報を提供してほしいんです。情報渡したら学校新聞にでも載せるつもりだよね。生徒を晒し者にするのは感心できないね。まあやってたとしてもね、それがいじめにつながっちゃうわけですから。これいえ、生徒の将来に悪影響を与えかねない場合、報道は自粛するつもりです。おお、マスコミの鏡。あなたはマスゴミにはならないかもしれん。一応ジャーナリストとしての信念がありますから。俺はただ真実が知りたいだけなのです。そうか、それならまあなるほどね。とか言いながら新聞載せんじゃないのって思うけどね。三本松くんは有名な e スポーツの選手をボコボコにして任したんだっけ。秒殺はちょっとなって思いますね。世界レベルのスタープレイヤー、相手に一切反撃されることもなくものの数秒でね。それってゲームのことはよくわからないんだけど、それはありえないことなの。少なくとも俺は見たことありません。そうそう起こり得ることでもないと思います。相手は常勝無敗のプロ e スポーツ選手、対する三本松は目立った成績のないド素人。今回のことはいわばオリンピックの金メダル選手が亀に乾杯するようなものなのです。それは言い過ぎなんじゃないのって思うけど、まあ、うん、俺がプロゲーマーに勝つみたいな考えでいいのかな。だからチートしてると。それもプロフェッサーの力を借りて。ええ、そのことについてもお話ししなければなりませんね。プロフェッサーの関与、掲示板にあったのかな、もしかして。 e スポーツの大会では万全のチート対策がなされています。簡単にチートできたら試合が成り立ちませんからね。まあそうね。チートってオンラインでやってんのかな。だってその会場でやったとしたらさ、その会場のゲームになんか仕込むなんてできないよね、普通は。それをオンラインだったらまあワンチャンあんのかもしれんけど、チート検出ソフトというものが使われていました。へえ、そんなものがあるんだ。先日の試合では不正は検出されなかったの。ええ、そのようです。にもかかわらずチートを使ったとしか思えない現象が起きている。俺は何らかの手段で三本松たちがソフトによる検出を回避したのではないかと睨んでいます。それはよっぽどだな。高校生の技術力ではとてもじゃないが不可能でしょうね。だからこそ俺はプロフェッサーによる技術支援があったと考えているのです。なるほど。プロフェッサーがつくもだったらどうしようってちょっと思い出したわ。それは、ま、ないとは思うけどさ。それとどうやってチートツールを機体にインストールしたかも謎です。練習試合といえどそんなことができないよう監視されていましたからね。ディスクは USB メモリのような記憶端末を使ってインストールをするチャンスなどなかったはずなのです。やっぱそうだよね。だったらチートはなかったって考えないの。俺はその試合をこの目で見ました。ですが確かにありえない勝ち方だったのです。そうか、なるほどね。まあ、まあ何らかでやってるんだろうね、潜入してるってことは。矢神がね。さてここからどう調査を進めようかな。手っ取り早いのは矢神さんがバーチャルで強くなって三本松を任すくらいの試合をすることです。無理です。三本松はとんでもない負けず嫌いですからね。素人の矢神さんに負けそうになったら必死になるはずです。無理です。それで三本松を使うキャラの挙動がおかしくなったら使ってる機体を抑えて調べればいい。俺がそんなバーチャ湧いたら上手くなれるはずないでしょ、はあ、俺ずっとあれだからね、矢神がこけて三角ボタンを押してね、あのなんかダウン攻撃ダウン極み技ばっかやってるの知ってるでしょあなた。なるほど、始めたばかりの俺が三本松くんに勝てるほど強くなるのは大変そうだけど、いえ、やつの動きは癖が強い。それに三本松はこうすれば勝てるというセオリーに頼りすぎるところが、要はあいつ動きが単純でそこが浅いんです。そこさえ見抜けば案外すぐ勝てると思いますよ。それなのにプロ選手に勝ったってのはもう間違いなくチート行われてるよね。あいつがやったかどうかは別として、聞いた感じ君もバーチャファイターに詳しいのか。あ、はは、昔のことですよ。ではなんだなんだその含み、昔はプロ選手を目指したのかい君は。でも別に興味ないな君の背後関係は。まずは三本松といい勝負できるように練習が必要か。いろんなやつ他の部員に勝っていく感じかな。お、誰か来てる。ん、誰だ。え、天沢さんか。なんか天沢さんっぽくない。あ、違う、
では失礼します。誰、あなた誰、探偵みたいな格好してるけど。あ、どうも。誰誰誰、めっちゃいい部屋もらってんな。時代の変化を受け入れられない古き物め、化石になってしまえ。ニュータイプみたいな言い方してるな。あトキ君、さっきの人は？あー、 PTA 会長笹本さんです。我々の部活動が有意義かどうか考えるための視察に来たそうでして。 PTA 会長ってそこんなことするのかな。そんな、なんかね、視察なんていうのはしないでしょ、 PTA 会長。八神さん、先生に何か言ったりはするのは知ってるけどさ、八神さん、あの古きものはやったこともないくせにゲームを子供のおもちゃだと思い込んでるようです。プレイヤーが仮想世界に介入できるゲームこそ究極の芸術、どうしてそれがわからないのだ。はあ、ちょっと、なんかお互いいいところのね、落としどころを見つけた方がいいと思いますね。それは逆に言い過ぎな気もするからな。ねえ、やっぱ俺の中でゲームはやっぱこう娯楽なので、やっぱやって面白いね、楽しいものであって、まあ、だからって全部が悪ではないとはもちろん思ってるんで。PTA の会長、ゲームが大嫌いみたいで目の敵にしてるんです。まあ20年前とかではそういう感じだよな。でも今のね、まあ、例えばお父さんお母さんの世代でゲームで育ってきてる世代がもういっぱい出てきてるからさ、減ってきてそうだけどね。ゲームを禁止する校則を立てるように動いてるって噂もあるくらいです。え、それはやりすぎだな。 e スポーツ部の存続も危ういな。その上チートをしてたなんてことが発覚したら、それこそ PTA 会長の思うツボだぞ。みんな、魔王に屈してはならない。不屈、不屈、不屈の精神で取り込んでいこう。そして大会で好成績を上げ、世間に我々の存在意義を知らしめてやるのだ。はい、八神さん、ばあちゃんやりたくなったら僕に言ってくださいね。ばあちゃんやんなきゃいけないんじゃないの、これは。ばあちゃんやらなきゃこれは多分ゲーム進まないよね。ああ、おい、そのことだけど三本松くんと勝負したいんだ。大丈夫か俺、まだ何もん、チュートリアルやっただけだけど、もう操作方法を忘れようとしているよ俺。この部で一番強いんだろ。10年早いんだよ。お、バージョン入った。え、聞いたやつ。陸上を始めたばかりの中学生がオリンピック級のアスリートと走れると思わないでいただきたい。はあ、まあそうね、君さっき悪口言われてたけどね。せめてこの部の強豪3名ぐらい倒せるようになったら、この俺自ら相手してあげましょう。その3名の中にいるんじゃないか、チートのやつが。藤原、魚住、吉葉、私と合わせて清涼四天王とでも言いましょうか。分かった、激ダサ。やるしかねえな。じゃあまずは誰だ。え、プレイするでいいの。ばあちゃんやりたいけど、これで戦いでいいのかな。誰と対戦しますか。お、藤原来ましたね。俺の三角と丸ボタン、とりあえず連打するっていう。結局ガチャ戦法が強いんだよ。キャラクターはね、このおじいちゃん知ってる。あー、知らんな。よし、少林寺拳法行こう。最近シャンチー見たんで、全然少林寺拳法じゃないけど、こいつを使ってんのかな、藤原が。うわー、4000年の重み。4000の。でも格闘漫画はめっちゃ読んでるからな。バキも喧嘩家業もすげえ読んでるから。ほら、連打だ。結局連打が強いんだよ。しかも投げ。弱いなお前。藤原、お前 e スポーツ部やめろ。 e スポーツ部やめた方がいいぞ。あ、今のでもいいんじゃない。ガード投げー。藤原やめろお前。藤原も今すぐやめた方がいいって。藤原まずいよ。藤原これはお前の弱さはまずい。俺のガチャガチャに負けたぞ。俺の勝ちだな。ヤメさん強いっす。まあね、俺の連打には勝てないわ。うつ、おお、三人四天王の3番目。吉葉どうしたんだ、ため息なんかついて。担任にこっぴどく叱られたよ。もしの結果がボロボロでゲームばっかしてるから悪いんだってな。
大会が近いんだし練習時間が増えて勉強がおろそかになるのは仕方ねえのにな。まあでもそれはもう他の野球部とかもね落ちてたりするんじゃないの。家でもできちゃうからかな練習が。僕も最近英語の授業ついていけない感じっす。悪影響が出てんな。話は聞かせてもらったぞ。甘い。甘すぎるぞお前ら。何かを犠牲にせずにプロになれるなど思わぬことだ。俺など寝ている時間以外は全てゲームのことを考えている。勉強など捨ておけ。でも赤点取ったらね退学とかなんか留年とか。 e スポーツ部の部員は勉強禁止だ。あいやー三本松そりゃさすがにないだろ。留年しまうぞ。留年が怖くてゲーマーなどやってられません。まあ、プロゲーマーになれたとしたらまあ別に高校いや高校ぐらいは出ておくべきだとは思うけど、まあ最悪ね食っていけるのかもしれんけどね。でも弱いぞ藤原は。とりあえず勉強しとけ。三本松の覚悟もわかるが勉強も大事だ。両立していこうぜ。両立よ両立。集中力が上がっていくんですね。とりあえず全員ボコにしよう。なんか連打してたら勝てる感じがして今俺今いける気がしてきたわ。とうとういろんなキャラ使ってみたいな。セーガー。おい誰使おうかな。これ合気道はちょっとなんかねガチャ押しじゃダメだよな。俺なんて書いたんだろう。喉つくんかな。喉でもないよな。あ、合気道だ。そうい次誰だっけ。藤原の次。あ、背高いねあの子。あいけるいけるこれいけるこれいけるこれいけ る, いける弱すぎるだろ。いやさすがにねえい勝てるようになってるんすね。イエーイ両方あー落ちた両方 X これねみんな10年早いんだよ。おおかっこいい10年早いんだよ。バーチャファイターファンからしたらあーキムタクが言ってるみたいな感じになるのかな。遊び場案内人くマジかよ八神さんマジ強いっすね。今日で終わらそう e スポーツ部。練習始めたばかりの八神さんに負けちゃうなんてやっぱり俺格ゲーのセンスないのかな。ないですないです。勉強しましょう。これ怒ってんじゃない。怒られるよ部長に。部長もそんな強くない疑惑あるから。話は聞かせてもらったぞ。えサモマツセンスがないだとというのはアマちゃんの言い訳だ。お前の努力が足りないのが悪いのだ。努力だ。センスとは努力の果てにたどり着く自分だけの最強の武器なんだよ吉羽。サモマツそうだなありがとう。いやお前はセンスない。皆さん今日も楽しく遊んでるようですね。うわー PTA。 んそこまでして別にな、ゲーム部潰す必要もないと思うけどな。笹本です。ちょっと理事長に用があって来たものですから、ついでにこちらの様子を見に来たんです。もう e スポーツ部を潰すとかじゃなくてこの学校も、ね、今まずいことだからそっちをやった方がいいんじゃない。そういうゲームとかどうでもいいっしょ今は。また理事長に圧力をかけに来たんでしょ e スポーツ部を潰せと。もう理事長大変なんだからやめてあげて。だがそうはいきませんよ。我々が大会で優勝すればみんな我々の存在価値を認めてくれるはずですから。ゲームの存在価値を認めるみんながふふふ面白い子たちですこと。お嫌味だけ言いに来た。もう一回ドア閉めてけ。嫌味を言いに来たって感じかな。相当嫌ってるみたいだなゲームのこと。なんか自分の息子がゲームによってみたいなね、なんか引きこもりになってしまったみたいなバックグラウンドあんのかな。弾圧ですよこれは。三本松風当たりの強さに負けず頑張っていこうぜ、はい、いやでもダメだと思うけど君たち。君たち弱すぎると思うんだが。バーチャやるよ。じゃあ魚住ラストですよ。これでもう三本松と戦いちゃいますけど大丈夫か。大丈夫かお前ら部活。ちょっとここまでレベルが低いんだったら、うん、なんだこれ、なんだこれ、俺なんかデビルメイクライみたいなやついるけど。空手やってみよう。今んとこさっきのキャラが手数多くて、うん、レンダー系の俺からすると良かった気がするな。万四連おお、かっこいい。
これは強いそうだな。ボスモーキャラ絶対いるもんな。多分動きは遅いけど、え、いてて、一撃が強いんだろうな。よし、オッケー。まあでも3人の中では一番強いかな。いやでもあんま変わんないから、どうだろう。あんま変わらない気がするけど、絶対初めの攻撃が当たんだよ。うぃー、投げ、いて、ユースドラマミッション進行中。どんどん進んでってるね。4勝、これもいけるね。完全に集中力がどんどん上がっていきました。10年早いんだよ、勉強しろ。君ら3人は勉強しろ。やりますな、八神さん。魚住君もな、いい試合だったよ。そうかな。ダメだ、お前らやばいと思うけど。ところで時君、これで3人倒したわけだし、俺も三本松君と対戦できるよね。はい、問題ないはずです。なあ、そっか。それじゃあ三本松と対戦するときは彼の席じゃなくて時君の席でやってもいい？いいですけど、どうしてですか？三本松は自分たちの期待じゃなく相手の期待でチートした疑惑があるって話だったよね。あ、なるほどね。だったらあらかじめ仕掛けができない期待で試合をして疑惑について調べる必要がある。なるほど、確かに、わかりました。それと念のため、試合をする日は時君席の機体を新しいものとかに交換することでできるかな。そんないっぱい機械持ってんの。それも大丈夫だと思います。使ってないのがありますから、部室に最初に来て交換して見張っておきます。イエーイ。あ、新しい指導が。お、八神さん、後で新しい部活か。また潜入込みについて相談したいです。今度は何だろう、いろいろやってんな。いるかな。あったー、三本松。今日でいけんな、これ。まさか魚住を倒すとはね。三本松、約束通り俺と勝負してくれるな。はい。ええ、八神さんとならいい勝負できそうです。どうぞ俺の席。いや、俺の隣に。いや、君のじゃなくて時君の席でやろう。ん？時の？なぜ？問題あるか。いや、問題ないです。三本松がチートを使うとしたら追い詰められてからだ。俺の実力で三本松を任す必要があるな。一生はしなきゃいけないってこと。うお、バーチャスティック持ってる。バーチャスティック、俺がチラッとやったことあるのはバーチャファイター4だった記憶があるんですよね。あー、やっぱこの子が強かった。うん、あと可愛かった。おー、やっぱアキラ使うんだ。結城アキラって言うんだね。強そう、場所が。ガチャでいけるいける。あいつらよりはさすがに強いんだろうけど、いけるいける。おい、おわ、ちょっと強い、ちょっと強いぞ。あー、ちょっと強い。よし、あー、くそ。よっしゃーしゃー、危ない危ない。ちょっと確かに強いわ。うん、危なかった。危ない。まあ俺が勝てる時点でそこまで強くないんだろうけど。あー、くそ。あー、でもこれで、あーな、あー、今の技だ。知ってる今の技。え、チート使ってる。俺も今技やったんじゃないか。あー、くそ、惜しかった。あー、でも一勝したら、これ勝っちゃったら勝ちで終わっちゃう気がするけどな。よっしゃ、いいよいいよ。こいつね、あんまガード効かないね。ガードっていうか、あの投げがあんま効かないな、こいつ。よし、あー、逆になった。よし、ガード。あー、押せ押せ、よし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 、オッケー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 。ぐちゃぐちゃガチャガチャ戦法でなんとかなった。え、これ勝っちゃったけど。10年早いんだよ。吠えてる、キムタクが吠えてる。え、これ勝っちゃったけど、チートしなかったね。ふん、したり顔。八神さんが勝った。いい、
今のはウォーミングアップです。ヤメさん、次こそが本番ということでもう一戦どうですか。ああ、いいぜ。よし、サンボマツがチート使うとしたらここからだ。サンボマツのキャラの挙動がおかしくないかよく見るんだ。いや、これも絶対チートするでしょ。あ、じゃあもうサンボマツ自体がもうやってんだな、この感じだと。あ、なんかあんまうまくいかなかったな。この子にしてみようか。パイちゃんやるかな。いや、やるとしたらこれもう負け試合ってことですよね。ゲーム抑えさせてもらおう。あなたにはクンフーが足りないわ。あ、スキップできないね。どうだ、挙動おかしくなるかな。なんか強いぞ。あ、食らうな。動けないぞ。え、動けないの俺。あ、でも三角押してんのにチートされてる。チートされてんのかな俺。あれ、動けないかどうか、ま、が分からないほど素人なんで。あ、でも動けないぞ。動けないの。あ、動けるけど。あ、なんか確かに動けない時ある。技が出ない時あるぞ。あ、これはもう絶対負け試合なんだな。なんかおかしいな。あ、でも投げ技が出ない。わあ、投げ技出ない。これやってますね、これ。サンボマツやってますね、これ。チートは許さんぞ。初めて負けちゃった。これ多分負け試合だな。よし、筐体を抑えよう。これ期待をさ。ああ、かわいそうに。パイちゃん泣いちゃったよ。サンボマツ、お前はやってないと思いたかったよ。ヤガミさん、試合中にぼーっとすると瞬殺ですよ。おかしい。明らかにこちらの入力を受け付けていない時があった。あった。間違いない。サンボマツはチート使ってる。だが、トキ君の期待に仕掛けを施すチャンスはなかったはず。ならどうやって？なあ。サンボマツ君、ちょっと動かないでもらえる？ん？え？なんでですか？勝った時の君の笑顔が素敵だったもんで、撮影しておきたいなーなんて思って、青春の思い出にね。なるほど、それはいいですね。どうぞ未来のスターの姿を撮影してください。調査すんのかな。腹立つな。チャンスはチート使ってる今だ。種を沸かすために調べるんだ。これはこの機械よな。トキ君の機体だ。念のため今日は使ってない別の機体に交換してもらった。知らんハードだな。どうやってチート通路仕込んだんだ。トキ君がやってるとかない。椅子、アーケードコントローラー。あ、ここにあんのか。サンボマツの自前のものらしい。 USB で機体につながる一般的な。いや、これが悪いんじゃないの。これ明らかにこれでしょ。コントローラーに不正プログラム仕込めないか。トキ君、練習試合や e スポーツの大会では自前のコントローラーって持ち込めるの？ええ、使い慣れたコントローラーの持ち込みは基本 OK です。使用できるのは運営に許可されている種類のものだけですが、自前のコントローラーを試合に持ち込める。だとすると、もしかしてコントローラーに仕掛けが。コントローラーなら周りに不審に思われることなく機体に接続することができる。ちょっと再考して、メモリ領域を USB 経由で読み込めるようにすれば機体にチートツールを仕込めるかも。でもそういうのも含めて、あの、そのチートを調べるツールがあるんじゃないのって思っちゃうけどな。あれ、もうこれを使わさせた時点で怪しいからね。なあ、サンマツ君、ちょっと君のコントローラーを調べさせてもらってもいい？え、なんでですか。お前やってんじゃねえか。調べられると困ることでもあるのかな。そう、それはプログラムとかに詳しい知人がいてな、そいつに調べてもらおうかな。サンマツ、何お前コントローラー持ってんだよ。そこに置いてあっただろ。あ、ん、何してるんだ。帰ろうとしてる。ちょっと急用を思い出したので。いやおい、あいつまさか証拠を処分する気か。そうはさせねえぞ。やってんじゃねえかあいつ。あー、学校でチェイスいいな。あいつやってんじゃねえ。もうやってるやつじゃん。証拠がなくてももう部員は全員疑うでしょこれ。完全にやってるやつのこれ動きだもん。なんか投げてきてるもん。
お、どこ行ったぞ。お前もう終わったんだよ。おお、なんかeスポット、もう戻っていく。あいつ戻っていくぞ。捕まえられなかったの。あ、屋上で追い詰めたのか。まったく。もう逃げるんじゃない。もうやったもん。まさか戦うのか。こいつ鍛えてるからな。うわーうわーバーチャ湧いた。おい、お前バーチャで鍛えた俺の格闘術、目にもの見せてやるぜ。あちょー、俺は負けないぞ。10年早いんだよ。おー、かっこいい。無理無理、勝てるわけない。八神さん、さっきの騒ぎは、天沢さん、三本松を捕まえてるってことは、そんな、部長。やってますよこいつ。三本松、詳しい話を聞かせてもらうぞ。チートバレたってかっこ悪いな。もう誰もついていかないだろうな。まあでも部活をね、存続させたくてっていうことなんだろうね。さすがにね、コントローラーにチートツールを仕込んでいたんだな。 USB 接続経由で機体にインストールできるように。どうやってやったんだ。まさかプロフェッサー。これも強豪チームとの練習試合でも同じ手段でチートツールを使っていたんだろ。はい。 USB に機体を挿すと自動でチートファイルが実行される仕組み、そんなところか。こいつをインストールすると特定のコマンド入力により相手の操作入力を数フレーム単位で無効にできるんだ。すごい。格ゲーの数フレームはでかい。ほんの一瞬のミスが命取りになるからな。それに数フレームの入力無効なら相手も操作ミスだと勘違いしやすい。なかなか考えたな。だが、なるほどね。おう、チート検出ソフトはどう回避したんだ。それは親切な足長おじさんがいたんですよ。いえ、悪の足長おじさんですかね。悪の。やっぱりここでもまたプロフェッサーが。プロフェッサーの支援。実は俺、裏サイトを使ってプロフェッサーに相談してたんです。どうしても大会で優勝したいって。まあもう完全に PTA のせいでというかで、プレッシャーがあってってことだよな。それでプロフェッサーが高度なチートツールを提供してくれたんだな。裏サイトに書き込みしたらプライベートメッセージで向こうから連絡があって、プロフェッサーは願いを書き込んだ生徒に呼びかけることもあれば興味を持たないことも多いみたいだけど、なぜあなたの飛行には興味を持ったんだろう。いえ、深夜わからないですけど、多分 e スポーツ大会の賞金が目当てだったんだと思います。 e スポーツの大会の賞金ってすごくて、海外の有名ゲームだと1億円とか、すごいものだと30億円超えていたり。それはすごいな。今日本であったとしても1000万ぐらいなのかな。30億円、マジかよ。桁外れな額ですね。それはビッグドリームだな。全部俺一人でやったことです。時や他の部員はこのことを知らなかったんだ。同期な。これは PTA でしょ。それは e スポーツ部を存続させるためです。ん、どういうことだ。 e スポーツ部は俺が立ち上げた1年前から一度も好成績を上げられてなかったんです。そのくせゲームばかりしてたから学校の成績は下がる一方でした。そこに目をつけられちまったんです。 PTA の会長に e スポーツ部を潰せって圧力をかけてるって噂だったな。だから優勝でもして話題になればみんなに認められ PTA の会長を黙らせられると思ったんです。そういうことだったのか。まあ動機はちょっと悲しいものだな。もう聞くことはない。まあちょっとかわいそうだね。まあでもちょっとこれゲームでチートはな。八神さん、みんな本当に申し訳ありませんでした。責任は取りますので。やめるってことか。それって責任取るってどこに行くつもりだ。今から青春が始まりそうだな。理事長のところに行ってきてきます。俺は退部します。責任を取って。部長、そんな。お谷、俺の首を差し出すことで学校新聞への掲載は勘弁してくれないか。そんな海賊みたいなあんの。ゾロの首でバーソルミュークマから助けてもらうみたいな。三本松、僕たちが弱いからですね。お前らは弱すぎるよ。僕たちが弱いから勝てないから、だから PTA にも目をつけられちゃって、だから部長追い込んじゃったんです。違う。トキ、そんなことは、ううその通りだぜ。お前らは弱い。弱すぎる。連打で勝てないね。負けちゃうんだから。
僕悪いのは僕たちなんです。絆あるな。やめないでください。トキ、魚住、俺のこと責めないのかよ。部長がただのゲームオタクだった僕たちに居場所を作ってくれたんです。ゲーマーであることは恥ずかしくないって、ゲーマーもアスリートなんだって教えてくれたんです。ちょっとそれは俺は分からんけど、アスリート、まあちゃんとね、本当のゲーマー、プロゲーマーまでいけばアスリートかもしれんけど、中途半端だとね、ここが難しいんですよね。あ、おかげで校内の奴らの見る目が変わったんだ。それなのにお前だけ責任を取るなんて違うだろ。あー、チームだ。おー、もうここまで来たらちゃんと部活としてちゃんとできてるよな。お前らこそ本当の仲間だ。俺たちは最高のチームだ。なあ、おたに、あいつらのこと記事にするのか。いえ、もういいです。青春メロドラマを語るのは我々の仕事じゃないですから。おお、かっこいい。そうか。では。おお。ヤマイさん、理事長のこと説得できませんかね。e スポーツ部を存続させるようにって。ああ。そうだな。一応俺も e スポーツ部の指導員になっちまったし、部活のために一肌脱いでやる。おお、集中力上がっていってる。もうこれはプロゲーマーですね、完全に。そうですか、理事長が部の存続を。ああ、チートを使ったのは練習試合だし、今回だけは目をつぶってくれるそうだ。優しいな。こんな優しい理事長が犯人のわけはないな。やっぱ大臣だな。うん、なんか改めて思ったわ。うん、理事長は違う。 PT の会長も今後半年間で大きな成績を上げるという条件で渋々部活の存続を受け入れてくれたらしい。ということは、だとすると e スポーツ部はこれからが大変ですね。真の実力が問われるわけですから。ああ、だな。だがあいつら事件を通じて結束が強まったのか、やる気満々で練習に打ち込んでたよ。にしても理事長も PTA も学校でゲームやるの公認ってわけか。俺も e スポーツ部に入ろうかな。あなたはダメ、学校や PTA が許してもダメだからね。姉ちゃんの方が偉いから。なんでだよ、今回のことで姉ちゃんだってゲームは素晴らしいって分かったはずだろ。そういう問題じゃないの。何度言ったら分かるの。今やるべきことがあるでしょ。赤点だからなこいつ。嫌だけどさ。とにかくケントはしばらくゲーム禁止ね。お姉ちゃん詳しいな。姉ちゃん PT よりしぶといや。おー、いい話だったね。でこっから新しい部活の潜入もあるんですよね。ちょっと新しい部活が何か見て終わりますか。こんにちは。天沢。忙しいね、八神。新しい潜入コミュニティのことだけど。八神さん。来てくれたんですね。どうぞ座ってください。次は何？もう今、e スポーツ部をクリアしたばっかの話、ね、感じするけどね。ケント君。お前勉強しろ。俺も無関係じゃないから。ケント君が？勉強しろ、お前は。とりあえず天沢に話を聞いてみるか。依頼は何ですか？つかぬことをお聞きしますが、八神さんは江戸時代にあった辻斬りをご存知でしょうか。何それ、辻斬り。剣道部か、剣道部が辻斬りしてんのか。通りで突然刀で切りかかってくる連中のことだよな。ええ、快楽で人殺ししてるやつみたいな感じだよな。自慢の腕前や、自分の腕前や刀の切れ味を試すために行っていたそうです。 あのさ、なんで今辻斬りの話が出てくるの。現代だ。実は今偉人町で話題になってるんです。もっともそちらは辻斬りではなく辻殴りなんですかね。ボクシング部だ。は？辻殴り、なんだそりゃ。通りで突然1対1の殴り合いを挑んでくる正体不明の男がいるそうなんです。1対不明1じゃないけども、八神も歩いてたら挑まれるぞ。腕に覚えのある格闘家や町のゴロツキたちが次々とその辻殴りの被害に遭ってるそうでして。とんでもないな。なあ、その辻殴りってどんなやつなんだ。それやってんのがボクシング部のやつってこと。背が高く筋肉質でボクシングの技術を使うそうです。いやでも最近俺初めの一歩ちゃんと全巻読み直しましたからね。ボクシングは結構いける自信があります。しかもとんでもなく強いそうです。現役の格闘チャンピオンを倒してしまうほどに。それは強いな。そりゃ相当の腕前だな。なお正体は不明。フードを目深にかぶりマスクで顔を隠してるそうです。おお、強そう。そして
辻殴りは被害者と対峙した時こう告げるそうです。お前の罪を思い出せ。ケンシロウか？罪、どういう意味だ？どうやらその辻殴り、人に恨みを買うようなチンプレやゴロつきばかりを狙って暴行を働くらしいんです。別に良くないっす。じゃあまあ、そんな悪くないじゃん。噂ではプロフェッサーの裏サイトで復讐代行を引き受けてるとか。なるほど。悪い奴らをね、やってんだったらまあいいんじゃないっすか。ある種のダークヒーローってわけか。犯人の目星、ええ、実は一人だけ辻殴りの正体として疑惑を持たれている人物がいます。おー、押切健也、星稜高校の2年生の男子です。強そうだな、押切。もう名前がねボクシングをやるための名前だ。押切くんが疑われている理由は2つあります。1つは辻殴りの被害現場に星稜高校の制服のボタンが落ちていたことです。まずは星稜高校の生徒の可能性が高いと。押切くんが郊外のボクシングジムに通っていることです。それだけで疑われるのか。ボクシングの腕前は辻殴りってのは相当強いんだろう。押切くんもものすごく強いそうです。すでにとんでもない才能の持ち主と話題のようですね。まあめっちゃ強いくてボクシング部で学生、矢上さん、ボクシング部というかボクシングのジムなのかな。健也は天才だよ。もうあのジムで一番強いんじゃないかな。健人くんも押し切りをしてるんだ。 あいつ俺と同じで空手部だったからね。1年の時は一緒に練習してたんだ。そっか、こいつ空手部なのか。空手の腕もマジ最強でさ、入部してすぐ黒帯の先輩全員倒しちゃったよ。そんなだからもう空手部から学ぶものはないとか言ってすぐ退部しちゃったんだ。おお、すげえやつだな。ねえ、あのさ矢上さん、俺ケンヤとは結構仲良くしてたんだ。だから俺にはケンヤが辻殴りだなんて思えないんだよね。まあでもあいつなんじゃないの。一応全員な、パパ活もやってる人はいたし、チートも存在したし、まあロボット部はまだ分かんないけど、なんかやってんでしょきっと。ケントくん、ケントくんから見て押し切りはどんなやつ。ケンヤは好戦的だけど悪いことはできないやつだよ。でも押し切りくん、あちこちで喧嘩してたんでしょ。偉人町では名の知れた不良だったとか。実は違うんだよ姉ちゃん。ケンヤ、先輩や不良相手に結構生意気な口利くからよく因縁つけられちまうんだ。あーなるほど、それは矢上もそうだからな。それで売られた喧嘩を買ってたら有名になっちまって、でもあいつ自分からは絶対喧嘩を吹っかけないよ。まあプロボクサーとか絶対ダメですからね。拳殴っちゃ辻殴りをするようなやつじゃないと。天沢、それで天沢、今回俺は何をすれば。ボクシングジムへの潜入調査をお願いします。これボクシング部じゃなくてボクシングジムなんだね。ケントの話で押し切り君、拳をか交えた強い相手のことは信頼し心を開いてくれるそうなんだ。察するに。ジムで実力を認めてもらえれば押し切り君と踏み込んだ話もできるかもしれません。わかった。ま、格闘技ならなんとかなるだろう。ボクシングジムは桜川通りになります。え、轟き検討ジムでいいのかな。あ、それと矢上さん、そのジムちょっと良くない噂があって。何？実は。え、怖い人が多い。所属メンバー元ヤクザや前科者ばかり。常に傷のない肩着の下はお断りだなんて噂も嘘だろそんなバカな、どんなジムだよ。噂におひれがついてるだけだろ。これ絶対そういうことじゃん、だといいのですが。なるほどね、ボクシング部編みたいな感じか。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。今日だけであれですね、 e スポーツ部、終わっちゃいましたけど、すごい楽しかったですね。はい、じゃあユースドラマの方もねちゃんとやっていきたいとは思ってるんですが、まあ、メインストーリーも、ありますので、メインストーリーと、まあ、次回ボクシング部も含めて、やっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。次回に続きます。